皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。先日、巨人とホークスからトレードを成立させ、外部補強に力を入れている埼玉西武ライオンズ。外部補強で体制を整えつつあるとはいえ、歴史的な低迷に悩んでいる現状は変わりなく、現有戦力もまだ整っているとは言えません。今年のトレード期限もあと半月に迫った今、次のトレードの可能性が示唆されています。そして次に狙っているのはヤクルトの選手なのだとか。今回は西武が狙っているヤクルトの選手についてご紹介していきます。開幕から低迷を続け、ついに借金が30を超えた西武。5月には松井監督の休養発表など何かと話題になっていましたが、渡辺監督代行が就任して以降も現状が変わることはなく、7月14日終了時点で24勝56敗とぶっちぎりのリーグ最下位に沈んでいます。しかも7月に入ってからはまだ1勝しかしておらず、14日の試合で負けたことで8連敗に。まだまだ暗黒期は続きそうな予感がしています。西武が低迷を続ける理由は様々ありますが、特に顕著なのは打線の貧弱さで、ここまで若い主力選手が育っておらず、その結果得点力不足に陥っています。ただ西武側もそれは重々承知しており、そのためシーズン中のトレードを決行し、巨人から松原選手、ホークスから野村選手を交換トレードで獲得、打線のテコ入れを図っています。しかしこれだけで劇的に変わるほどチーム状況は良くありません。先日の通り、西武は現在8連敗中。得点力不足の面は少し解消されたとはいえ、依然として勝負弱さは変わっておらず、チームもうまく機能していない状況。そんな中、こういった話が出ているそうです。その話というのが、新たなトレードを仕掛けるのではないかというもの。パリーグ球団で編成に携わる関係者はまだ狙っているのではないかと語っており、7月31日のトレード期限ギリギリまで西武が仕掛けてくる可能性を示唆しています。先日しましたが、西武は7月5日に育成契約の斉藤弘正投手と、ソフトバンクから野村大樹内野手の交換トレード成立を発表しました。首位を快走するソフトバンクが余剰戦力として野村選手を放出、西武は2017年ドラフト1位の斉藤投手をなんとも不釣り合いな形で放出したのです。先のパリーグ編成関係者がこのトレードの裏事情を明かします。話を持ちかけたのは西武であり、巷で言われている通り、山川穂高の FA 人的保障として和田剛を指名した途端、待ったをかけられたことでソフトバンク側に貸しがあった。それを編成トップでもある渡辺久信監督代行が行使したというのが真相です。シーズン中の支配下選手と育成選手によるトレードは長い球界史でも初めてのこと。さらに西武は巨人からもトレードで松原聖弥選手を獲得しており、シーズン中に2度も商談をまとめています。これに3度目もあると他球団は警戒を強めているそうです。補強ポイントは明確で、西武はとにかく打てる野手が欲しい。編成担当者がイースタンリーグを中心に探し回っていますよ。交換要員で出せるのはレベルの高い投手、例えばチーム防御率が低いヤクルトと話がまとまれば駆け込みトレードがまた成立すると思うと球界関係者はコメント。西武が狙うのは打線の強化。そう考えた時に打力に秀でたチームを狙うのは必然でしょう。そこでヤクルトが狙われているのではと言われているようです。確かにヤクルトはこの打低環境の中でもしっかり打撃成績を残しているチームです。現在は少々落ち込んでいますが、開幕から6月末までは打撃3部門の全てをヤクルトの選手が埋めているほどで、本塁打数や得点数もリーグトップの数字をマーク。若手からベテランまで実力派の選手が揃っているチームで、西武とは対をなすチームと言えます。その一方でヤクルトの弱点は投手力、特に最近は先発投手の力不足が目立っており、そのせいもあって現在こちらも8連敗中。良い先発候補が多い西武なので、思い切って投手を放出し野手を獲得してもおかしくはないでしょう。現に西武とヤクルトは開幕前に一度トレードが成立しています。西武からは宮川投手、ヤクルトからは本山選手が交換トレードに出されており、関係性で見ても
悪くはない様子。問題はヤクルトから誰を獲得できるのかというものです。確かに打力に秀でたチームですが、現在塩見選手を筆頭に怪我人が続出しており、選手が少々手薄な状況。そう簡単にヤクルト側も選手を放出できる状況ではありません。その中でも放出できる選手で、なおかつ環境の変化で活躍できそうな選手が一人います。それが濱田太貴選手です。2018年ドラフト4位でヤクルトに入団した濱田選手、高卒の選手なのですが、1年目から2軍公式戦でスタメン出場を続け、105試合に出場し、打率2割5分4厘8本塁打52打点を記録。同年に1軍デビューも果たします。2020年には1軍で3本塁打を放ち、そのまま徐々に出番を獲得。昨年は初めて年間を通じて1軍に帯同。規定打席には届かなかったものの、自己最多を更新する103試合に出場し、打率2割3分4厘5本塁打22打点を記録。さまざまな打順で起用に応え、結果を残していました。成績だけ見ると少々物足りないものの、チームメイトである青木宣親選手から打撃の天才と評価されているほか、 DeNA の宮崎敏郎選手からは S パークの番組公式 YouTube にて、長打もあるし、なんといってもバットコントロール、当てる技術がすごいと打撃技術を絶賛されており、ヤクルト OB の古田氏も期待をかけるなど、ポテンシャルは十分な選手。ヤクルトファンからも将来的に村上選手と打線の中軸を担うと期待を寄せられている選手でもあります。しかし今季は1軍はもちろんのこと、2軍でもパッとしない成績となっており、非常に苦しいシーズンを迎えています。まだ23歳でプロ5年目、覚醒までに時間がかかると思いますが、同時にここまで出場しておきながらも期待通りの成績を残せていないため、環境を変えて覚醒を促す可能性も出てきています。またヤクルトには沢井選手といった若き外野の主砲候補もいるため、放出の可能性はあると思います。ヤクルトは外野に余裕があるわけではないのですが、条件次第ではトレード放出もあるでしょう。また濱田選手は元西武で現在楽天にいる浅村選手と同じタイプの選手といえます。浅村選手を育て上げたノウハウもありますし、もし移籍すれば覚醒する未来があるかもしれません。西武が求める条件でヤクルト側にトレードを仕掛けるとなると、一番は濱田選手の可能性が高いと言えるでしょう。仮にヤクルトが濱田選手を放出するとなれば、若い主砲候補を手放しているわけですし、西武もそれ相応の選手を用意する必要があるでしょう。多少の出血も承知の上でトレードする覚悟が西武にあるのかが、トレード成立の鍵になりそうですね。果たして今年最後のトレードとなるのでしょうか。今後の動向に要注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。